司令おせんくんお料理対決イエイイエイイエイ。はい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 、ということで始まりました。今回は私が実況を務めさせていただきます稲葉敦子です。よろしくお願いいたします。3人それぞれで対決していただきますので、そのね、つんくの資格稲葉の司令は50分のお料理対決。気になる料理テーマは焼きそばです。焼きそば、焼きそばみんな食べたことあるでしょ。はい、あります、ね、ありますあるよね。その焼きそばっていうのは作ったことあるのかな。ありますね。あ、どんな焼きそばを作ろうと思っているのかちょっとイラストに描いてみてくれるかな。はい、はいはい。まあ、シンプルなものですからね、なかなかね、どんな焼きそばになるのかな、楽しみだな。みんなあの皿から描くんだね。丸描いたよ。あの丸なんだろう。焼きそばっていうものはやっぱみんな分かってるね、ちゃんとね。はい。クマユちょっと怪しいけどね。ではここでちょっと早送り。果たして3人が考える焼きそばとは。できましたー。じゃあまずはつなぐからいきましょう。はい、はい、どうぞ。ごぼっこお子様ランチ。お、つぐながのイメージする焼きそばはお子様ランチ。そしてお子様ランチ、はい、はい、ここにはちょっと、うん、あのマル秘で書いてないのがあるんですけど、お、あのすごいのがあるんです。なに、本当にすごいですね。その秘密っていうのはあの食べれますよね、ちゃんと。はい、食べ物です。どーん、スペシャル焼きそばです。スペシャル焼きそば。一体この焼きそばの何がスペシャルなのか本人に聞いてみた。まだ言えない。はい、うそ、なんなの、みんなその秘密が怖いんだけど。さあ、それでは行きましょう。はい、どーん、焼きそばランドです。焼きそばランド、楽しそう。くまいの焼きそばランド、確かに楽しそうですが、その中身とは。真ん中が島っていうイメージで、うん、で周りにフルーツとか乗せて、うわ、楽しそうな雰囲気を。あ、よかった、周りにフルーツね。よし、はい、中には入れないつもりです。どう？やっぱりこう誰がね勝つと思います？私です。わ、いや、いや、私です。私です。私です。本当。一番です、私が。一番。何言ってんのよ。何で？ということで制限時間50分です。お料理対決スタート！いろんな材料ありますから、はい。すべて別に正解はあり。正解はありません。ちなみに今回用意された食材はご覧の通り、もやしからスナック菓子までとにかくさまざまなものを用意しているので、3人はどれを使用しても OK。 お前は豚肉ですね、使うんですね。はいはい、ひき肉洗ってるから大丈夫よ。あー、落としちゃった。早いですね。すごい、もう火入れちゃったの。はい、まあやり方があるんでしょうね。ピーマンってどうやって切るの。マリアね、ピーマンってどうやって切るの。はい、あ、いいよ、どうぞ。あ、ね、はい、キャベツカット。あ、はい、はい、ね、アルミの焼いちゃうの、はいはい、肉そのまま、うん、入れちゃったの。あ、肉そのまま、何し切ればよかった。もう結構炒まってるけど、また入れるの。あ、開始早々調理場はパニック状態。そしてお約束のこのシーン。そんなとこに手を、まあ家だったらね。それ何出してますか、これ。ミラーです。はい、分かった。どうですか、調子は。ね、何でした。ちょっとおかしくなってますけど、これ。さっきからもう人参ばっか来てますけど。間に合いそうですか。はい、じゃあ、あの50分あるんですよね、うん、まだ5分ぐらいですかね。いや、15分だね。え、本当ですか。でも大丈夫、皮むけてる、ちゃんとむけてます、はい、結構あの包丁さばきとか見てると、性格が、え、あれちょっとおしとやかですよね。ちょっとおしとやか。あの、この音いいんです。ちょっと行きますよ、うん、え、はい、ちょっと行きますよ、はい。あ、びめえ、こえ。それなんですか。イカです。お肉も入って、イカも入って。美味しいですかね。え、まあ大丈夫です。あ、でも色とりどりですよ。性格がね、出ますよね。 A 型 B 型です。でも綺麗に今こう乗せてますよね、これね。なんかよくね、このなんか、はい、準備的には今
下準備はね、着々とメインのね、焼きそば順調に調理が進んでると思いきや、ここでまさかのチョンボが飛び出す。何入りました？お水です。お水固まっちゃいますよね。あ、くっついちゃいますよね。ものすごい少量ですけど、ソース、その前にあの火ついてないんですけどさっきからまず麺を炒めました。はい、はい、あーソースどうだろう。あれ、はい、スパイどうした？野菜が多すぎです。いや、だ、大丈夫です。酢がや匂い嗅ぎすぎ、うん、じゃあ入れるときに調節つければいい。と、ここで問題勃発。なんだ、なんかおかしい。何が、どうした？なんと、つぐらがの焼きそばがラーメンに。いい感じでした。はい、いい匂いしてきました。おっと、麺取り出しますか。麺取り出しました。ラーメンみたいになってます。彩りいいじゃないですか。そうですか。ねえ、ちょっと色を考えてみます。うん。ね、なんか味見しすぎじゃねえよねそれ。ね、食いすぎじゃねえそれ。ああ、綺麗にいってますよ。本当ですか。うん。いい感じ。おお。いきました。豪快に。野菜豪快に。ああ。できました。え、自分できたの？これでいいの？盛り付け、ね、塩ってどこですか？塩、塩、塩、どれでしょう？あった。塩どれ？はい。胡椒は？いやー、どれでしょう？まあ、いいんじゃない？胡椒と思ったやつ、かけてみよう。これ、うん、うん、それじゃない？そうそう。あ、くっついちゃう。なんで意味があったの？ちょっとここで、この辺色薄かった。はい、あ、できましたよ。完成しました。はい、完成でーす。さあ、ここの2人。あれ、これは塩入れすぎじゃないですか。やっぱりやばい、どうしよう。はい、あれ、おー、いただきます。来た、はい、それは、はい、はい、コンソメ入りました。はい、コンソメ入りました。ありがとう。そんな、本当に食べたことあんの？ありますよ、給食でも出ます。給食でも出ますよね。うん、そんな、まあ、今回はね、また塩入れすぎちゃってるようですが、塩入れ、うん、はい、残りあと3分です。はい、もうお皿に盛り付け始めました。隣、はい、待ちませんよ、確かにね。すごい。その料理が美味しく見えるか、はい、待って、もう待って、誰も待ってくる、待って、はい、はい、2人前作っていただいてね。おお、みんなが盛り付けに入ったその時、あのつぐながが動き出す。何を炒めるんだろう、この人は。はい、聞かないですけども、はい、うん、あ、なるほどなるほど、はい、はい、はい、あれ、なに、どうした、どうした、はい、はい、わあ、この卵が美味しそうですね。またこれ、ちょっと言うたら、もう何がしたいの？あー、つぶらかった。つぶらが一人パニック。そしてごまがこぼれた。はい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 、クランブルエッグだ。塩まだ塩、はい、塩後から味付け。次は引っ張る。はい、次もう一回やんの、もう一回やんの。はい、はい、もうすでに潰れますね。頑張ろう。頑張ってくれるよ。頑張ってくれる。何がしたいのか分かんないけど、ね、そしてこれを回して卵に火を通したところで、はい、いきます。10、9、8、あ、待って、どうしよう、まだ、なんか、ね、